さあ、始まった。役は何が来るかな？まもな村人、くゲームスタートで頑張っていきす。ましょ身分を確認してください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。村人陣営でした。そうですね。まあ、何が一番強いんでしょうかね。この村の信仰っていうのは。まあ、僕はずっと考えてきたんですけど、あれ？待って、これ僕声入ってる。あれ？あ、入ってる。あれ、なんかマイクが今一瞬反応しなかったな。え、僕の声聞こえても、あ、よかったよかった。そう、何が一番強いか考えていたんですけど、全伏せが一番強くないかなって僕思ってて。全伏せ、あ、これ延長しますね、ちょっと。なんで全伏せが一番強いのか説明するんですけど、まずデメリットから話しましょうか、全伏せの。全伏せのデメリットとしては、初日の議論がまとまらない。そして、二日目以降、役乗っ取りの可能性があるっていう二点があるんですけど、ただこの村においては大丈夫なのかなって思いまして。自分以外の8人全員が精査対象となるわけですけど、この村は優秀な人材が揃っているので、そのデメリットはないに等しいと僕は思うんですよ。で、そして2点目の役乗っ取りについても、この村は聡明な方たちが多いので、余裕で追っていけるんじゃないかなって僕は考えているんですよ。だからこの村においては、全伏せのデメリットが僕は見当たらないんですよね。だから、すなわち全伏せ最強なんじゃないかと僕は思っていて、僕以外8人、皆様は自分以外の8人全員を精査した上で、全伏せでも人外が釣れるんじゃないかなと僕は思ってます。よろしくお願いします。4番のプレイヤーはおはようござ発いま言しす。てください。特にしようないんですけど、全伏せでもいいっていうのは、ちょっと正直勘弁してくれとは思うんですけど、単体精査を重要視するっていうのは、同意ですかね。潜伏も許容しなきゃいけない村で、村において単体精査は重要になってくるけど、そこまで求められても困るので、できる限りシンプルに考えたいかなっていうのが私の意見なんですよね。なんか三番さんが村の意見でそれを言っているのかどうかは微妙なところですよね。今のところなんか疑ってます、私は。三番さんに不信感は募ってるかなっていう感じですかね。単体精査はしますが、単体精査ができないぐらいぐちゃぐちゃにされると、ちょっとそこまで求められても困るっていう感じですかね。はい、以上です。5番のプレイヤーはい、は5番です。発よろ言ししくおてく願だいさしい。ます。村人陣営でございます。さて、4番さん、3番さん、4番さんと話を聞いてきました。3番さんは全伏せがいいんじゃないかというふうに思っている。4番さんは勘弁してくれという話ですね。この2人の話に関して言うのであれば、お互いに思ってる主張が違うだけ。3番さんの主張と4番さんの主張、主義主張が違うって話なんですよ。要するに方向性の。そういった意味合いで4番さんが3番さんを疑うっていう気持ちはわからないでもないが、早計じゃないかなっていうふうな気がしている。どちらかというと他の村人の発言聞いた後で4番さんの態度は決めればいいんじゃないかなというふうには個人的には思うんですけどね、ぐらいかな、強いて言うなら。私個人の意見を申し上げましょう。全伏せという作戦については基本的に村人全員の協力がないと成立しえません。なぜかというと役職が透けてしまった場合が、襲撃対象が狭まるからです、狼目線。だからこそ基本的に村人全員が、了承するのであれば、基本的に全伏せの作戦というのはありなんじゃないかなというふうには思っている。4番さんがこの段階で否定してしまったというから、今後の人の発言次第じゃないかなというふうには思ってるんですがね。私はどちらでも構わないと言いましょう。どちらでも私は戦う自信があります。はい、正直なところを言いますと。なので、あとは村の空気に合わせ、どの作戦が一番いいのかよくよく考えた上で、今後の議論展開を進めていけばいいんじゃないかなというふうに考えております。そんなところですかね。3番さん、4番さんについては具体的に色をつけることはできないとは思っております。強いて言うんだったら、4番さんが自分の主義主張を押し込めてきたな。最高議会議長、攻めに来ましたねっていう感じの印象がしてるぐらいですかね。そんなところでございます。あとは皆様の発言をゆっくり聞かせていただきましょう。6番さんどうぞ。6番のプレイヤーは発言してください。残念でしたね、3番さん。高田王国の僕は潜伏しないんですよ。占い師 C を9番さんを村人陣営と知っております。6番から9番白です。よろしくお願いします。
ごめんなさい、手前の人たちに触れるより先にすごい残念だなと思っていることがあって、9番さん白、当然僕は9番さんがスムラであることを願っているわけなんですけれども、そうすると7番8番がどっちもスムラとか、まあ、狩人とか混ざってても別にいいんですけど、これは7、8の間に人海が混ざってても、おかしくないなと思ってたんで、まあしょうがないですけど9番さんが白です。できれば8白とかでがっつりがっつり来たかったけど無理でしたね。3番さん、4番さん、5番さん、まあ、役職が出る前の話なので、それぞれのプレイスタイルの話、あるいはほぼ自己紹介みたいな感じで喋るんだろうなと思っていたんですが、まあ、5番さんの言う通り3番、4番は違う意見が出てるだけでしょ。5番さん、そのアピールが長かったから結構怪しいとは思っちゃったけどね。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。うん、中立なのかって感じですね。本当に僕ね、一番最初の順番だったらね、言いたいことがあったんですけど、多分ね、潜伏派とね、カミングアウト派がいるんで、それぞれのメリットデメリットをね、説明したがると思うんですけど、その議論って非常に無駄だなって思ってたんで、そういう議論をしないでほしいなっていうのを1周目、一番最初だったらね、言おうと思ってたんだけど、3番さんがそれめちゃくちゃ言ったよね。あと3番さんはなんかデメリットの説明しかしてなくて、メリットの説明は特にしていないから、一番無駄な議論だなって思いました。まあ、ただね、面白そうにやってたから、まあ、そういう感じなのかなって思って、まあ、その流れが結構俺ね、5番さんぐらいまで続くのかなって思ったんですけど、4番さんで終わったから、あ、4番さんは結構真面目なのかなって思いましたね。で、5番さんに関しては、3、4で言えば、3番の方が気になる発言だったと思うんですけど、4番さんの方になんか焦点を向けたがってるなっていう印象を受けました。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。これ今回ってきた感覚でめちゃくちゃ思っちゃったことがあるんだけど、多分6、7、8側の陣営ってめちゃ不利だな。この段階で、霊媒師が潜伏した場合って俺はほぼ7番に投票するかな。もし霊媒師も狩人も出てこなかった場合はほぼ7番に投票する。絶対的に、多分6、7が役職者の使用がなかった場合って絶対役職ではないっていう方、ちなみに俺も含めてね、6、7、8ってこの、いやプレイ方向としてオープンしないとおかしくなってしまうので、ということは7番、霊媒師も出なかった場合は俺はほぼ7番投票になるかな、状況的にね。だからオープンしてほしいかなとは思ってるけど、だってもうこの段階で7番が役職持ってないってことはもうほぼ確定になってしまうよ、全視点。だから3番の言っている進行って絶対に成立しないと思う。そうだね、平身。6、7、8側がそれを飲む、てか飲めないから、うん、飲めない、うん、多分、6、7、8側が役職者を引いた場合、潜伏をするっていう選択肢を取った場合おかしなことになってしまうので、基本的に飲めないから7番が絶対的にこの状況で飛躍になってしまっているので、自主点からは、うん、で多視点から見た時も7、8って多分飛躍だと思う、この段階でね。だからまあ霊が潜伏したらここに投票集まるんだろうなっていう感覚はあります、普通に考えるとね。絶対的に保護が成立すると思っているから、まあ霊狩り両方とも保護ができるから、ね、その場合は、まあ、潜伏が選択された場合って役職は噛み抜かれない方向を取らざるを得ないと思うけど、まあ分かんない、ね、それほどのスキルがどのレベルがあるか知らないけど、基本的にはそう思ってる。まあ 3,4,5 に関しては別に色落ちなんもないです。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい。いや、いきなり3番さんから大胆な発言出ましたね。で、4番さん、僕も同じこと思いましたね。3番さんへの評価は僕は4番さんと似てるかなって感じです。で、ちょっと5番さん置いといて、6番さん、僕してめっちゃ真に見えるなって感じですかね。なんか僕にしろって、なんか、6、7、8、9、1、2っていう僕にしろっていうのが、なんかちょっと進歩感じちゃいました、僕視点は、はい、で7番さんは3番さんが村共通認識で目立っている発言をしているのに、5番さんが3番さんを放置して4番さんに何ヘイトを持ってヘイトというかずらしたっていうのが5番さんが狼に見えるっていうのも分かります。僕はそう思わなかったですけど分かります。だから7番さんもいいなと思っていて、8番さんはなんか票対象を6番占いだから初日投票できないでしょ。で自分のなんか少数派にわざわざ狼で回るのかなってちょっと思いましたね。なんか八幡さんが狼だったらあざといなと思いました。なんかわざわざ表対象村に7、8でいいみたいな感じに仕向けているのが、まあこの後どうなるか分かりませんけど、八幡さんが狼だったらド M というか
自ら投票対象7、8でもいいよみたいな言ってる感じがしたので、僕は8番さんも印象いいんです。なんか印象いいというか、狼でやってるのかそれみたいなちょっと思っちゃってますね。はい、以上です。こんな感じですかね。1番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。占い引きました。ランダム白は6番、ランダム白は6番です。自主点から見た場合、2番の発言を聞いていないからわからないが、仮に2番が村だった場合って6番が教授になって、今発言者の中に二郎がいるっていう風な状況になっています。そうなった場合、3と4の二郎っていうのは否定できると思っている。理由としては、3番が主張している前線服でもいいんでないかっていう進行に対し、4番っていや前線服って勘弁してくれよっていう風に言っているから、3番 4番の二郎っていうのは否定できるかなっていう風に発言を聞いていて思った。7番8番に関しても切れてるっていう風に思ってる。8番が7番がここで飛躍がないっていう風な発言をしていて、9番が今主張した通り7、8って釣り対象に8自身の発言でしてると思ってるから、7と8って切れてるなっていう風な印象。一番釣りたいと思ってるのは5番。理由としては、5番は3番が前線服を主張していて、4番に関してはそれは嫌だと。で、5番はどっちでもいいよ、ただ前線服をする場合、村側陣営全員が役職がないことを透かし役職がないことを透かしてはいけない。理由としては、狼の神一が役職者に刺さる可能性が高いからって5番を発言してるんだけど、5番のその主張ってめちゃくちゃ正しいんだけど、5番の発言、前者の4番って3番に対して、いやいや前線服は勘弁してくれよ、出てくれないとっていうような発言をしてるから、4番が村人員を主張するんだったら4番って飛躍が透けてるから、5番が主張している前線服をする場合に4番の飛躍が透けてるから、5が前線服をする場合はっていう過程の、4番がそこで飛躍を透かしている以上、5番がそこで前線服っていうのを取る理がないと思ってるから、5が黒いと思ってる。で、それで5が3と4の評価に対して、4番に関して、ほとんど何色が落ちるような発言がなかったっていうのが分からなかったから、現状一番黒いって思ってるのは5番、ランダム白は6番でした。以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。ランダム白は4番さん、4番さんが白でした。まず3番さんの精査から入ると、3番さんが前線服でもいいって言った発言が、ちょっと狼なら逆に言わないんじゃないかなと思った、そういう行動を。なので3番さんはあんまり狼っぽくないかなって思った。で、5番さんに関してはそんなに何だろう、緊張してる風もなくて、はきはきと喋ってたんで結構印象良かったですね。で、6番さんが9番さんに白。で、1番さんが6に白でしょ。俺、1番さんが、俺、今日なんじゃないかなと思ってて、1番さんが今日で6番さん、狼と思って白打ったんじゃないかなって現状思ってます。で、霊能潜伏するんであれば、もう霊能ないのを透かした8番さん釣りで俺はいいんじゃないかなって思って、これ、ヘイトを買うかもしれないけど、ちょっともう自分は役ないの透かしたとこはもう潜伏だともう釣り対象になっちゃうんだよね。そういう意味で8番さん釣りでいいと思ってる。ちょっと7番さん怪しかったような気がしたんだよね、初日。だから7番さん釣りを自分したかったんだけど、そうだな、1番さんが6白で、今日6番さん釣って色見てほしいから、霊能潜伏で。自分は6番さん狼と思ってるんで、6番さんつって霊能潜伏で色見してほしい。3番のプレイヤーは発言してください。はい、1番さんが霊能スライドということで、わお、これはちょっと魅力はどうしましょうかね。まあ、とりあえず触れない方向で行くんですけど、いやでも1番が霊サラするんなら出るか、僕霊能者なんですよね。いや潜伏しようと思っていて、すごいな、これ潜伏しようと思っていたんだけど、1番がそういう逃げのスラをするんだったら俺は出ざるを得ないかな。僕のまあ理想としては 2-0 陣形とか 3-0 陣形で潜ったろうと思ったんだけど、さすがに1番がこの逃げ方をするんだったら俺は出るかな。結構ね、2番が強人っぽいなって最初は思ったんですよね。でも1番がスラするってことはどうなんだろう。2番が強人で、1番の狼6番の芯が見えているから、1番を強人を消して6番を釣りに行く構図に見えたんですけどね。まあ、だからなおさら一番対抗が狼の可能性が結構あるということで、まあ、僕が潜伏を選んだ場合には一番が指定したら絶対に村しか釣れないし、なおかつ、狼視点は霊媒潜伏が見えている状況下だから俺が仮面抜かれる可能性もあったので出ましたね。はい、苦渋の選択で霊能師です。
まあ、今日は村目線は霊能師から行く流れになるのかなって思いますが、現状僕は2番が狂人、1番が狼なんじゃないかなって考えているので、じゃあ9番さんは人間なのかなっていう推理ですね。まあ、グレーに関しては、まあ、結構9番さんが的を得ていて、僕も8番は一番人間っぽいなって思ったんですよね。8番が狼の場合は自ら投票対象に、まあ、入り込んでいくような発言をしているから、8番さんがまあ人間っぽいのかなって僕は思っていました。457については2周目の発言を聞いて精査しようかなって考えてます。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、霊媒から手をかける予定なんですけれども、現状3番さんから投票しようと思ってて、なんでかっていうと、1番狼だった時6番ってどうなるんだろう。1が6に白結果打って狂人じゃなくて狼でスライドしたのかな。1番っていう狼が6番に白、対抗に白を打った後2番が出てきたからスライドしたっていう目線ですか。ってなると相方1って7、8にいる可能性があって、安易に8を白く置けるはずもなくて、あと2番さんに引っかかったのは、3、4の状況下でなんか釣り先がグレーに向いてたっていうのが気になったから、そこだけは分かったんですけど、3番さんが2番さんを強靭目で置いたっていうのは。基本的にその目線は後から考えます。はい、3番に投票しようかなと思ってます。5番です。よろしくお願いします。もろもろ把握しました。表推理を考えるんだったら1番さんが偽の場合強靭だよなって感じですよね。 3CO になったのにスライドするっていうのは、多分狼よりが強靭の方がメリットがあると思う。強靭が霊能スライドした方が霊能ローラーできるからね。そういった観点から表推理で考えるんだったら、普通に1番さんにだったら強靭だろっていうふうには思ってる。3番さんが2番さん強靭を見て1番さん狼でスライドするって意見は分からなくもないが、ちょっと一歩早い推理だなっていうのが思ったかなという感じの印象はある。まあ、どちらにせよ理営の両方とも潰した上で占い師に占い結果を残してもらえばいいんじゃないかなって感じ。グレーの話をいきましょうか。グレーの話でいくんだったら、グレーってわけじゃないんだけどさ、片城の9番さんの発言がやっぱ的を得てるという3番さんの指摘はごもっとも。一番村の中で発言すんなり入ってきたかなと思ってる。そこからつながって8番さんの防御感がないという気持ちもわかるから、わりかし8、9が村側で置いていいんじゃないかなというふうには思っている。あとは7番さんについては2周目の発言かなというふうには思ってる。昨日の発言のみだけじゃちょっと判断がつかないかなというふうには思ってるかな。占い師の心眼については6番さん2番さん、大きく心眼はついてないけど、印象的には6番さんの方が心っぽいかなっていう気はしている。ただね、2番さんが言ってたグレーに目を向けているって発言をお二人してたけどね、3、4番、4番さん、あくまでも2番さんが言ってたのは霊能潜伏をしていた場合、自分は霊能潜伏してるのであれば8番さんとかを釣りたくなるって話をしてただけだとは思うんだけどね。まあ、ただ占い 3CO の段階でその発言出るんかいっていうのは正直私も思ったから、そういった観点から信用差がついてるって感じかな。だって2番さん目線霊能ついたくないなら対抗をすればいいじゃんでしょ。だからそういった意味で6番さんの方が真かなというふうに思ってる。以上。6番のプレイヤーは発言してください。7番さん、非常に申し訳ないんですが、2番さんが白を出した人が僕3番なのか4番なのかあまり聞き取れなくて、教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。今日は霊媒師を自称している1番さんもしくは3番さんに入れます。別に深掘りしません、ここはどうでもいいので。まず、まあ、1番さんが占い師を語り、2番さんが占い師をさらに重ねて語ってきたっていうのが、まあ、特徴的な形でしょうね。今22という人権なので、2番さんが、まあ、皆さんの推察の中にもあるように狂人であった場合に関しては、まあ、意図的な色出しっていうのができない、自分の推察、推理による色出ししかできないことから、そこまで今脅威ではない。まあ、しかもほぼその場合僕の方が噛まれると思ってるので、あまり脅威ではない。次、2番さんが、まあ、狼だった時ですよね。3人目でたっていうところです。1番さん僕に白を当てていて、僕は9番さんが実際に村人で白なんです。ということは2番さんが狼であった場合、どちらが真、どちらが狂人かわからないところで、占い師をしている。2番さんの相方は、まあ、2番さんの白先はわからないのであえて言いますが、はいという表現をします。グレーの中にいる。ある程度信用が取れると2番さんが踏まないと出ないんじゃないかなと思ってます。あくまで初日の推察ですが、別に潜伏して二浪潜伏で1から6、まあ、ほぼ1噛むと思うんですけど、その場合、噛めばいいんじゃないのと思っちゃうので、この状況だけで見るとグレーで信用を取りそうな動きをしている人、狼あると思うな。5番さんか8番さんあたりだと思っちゃうけども、どうでしょうね。はい、以上。7番
のプレイヤーは発言してください。はい、まあ霊媒師でいいと思ってるんですけど、3C4 になった時に1番が一番しんないなって思ったのは、1番2番がスムラだった場合6が教授になるって言ったと思うんですよ。僕の勘違いだったら申し訳ないんだけどね。2番がスムラでも人狼でも6番で教授じゃないの一番視点って思ったから、1番が一番しんないなと思っていたけど、霊媒師にスライドしたよね。それって、占いを語って霊媒師にスライドしているっていう心霊媒の言い間違いに聞こえたんですよね。教授のそれには僕は見えなかったんですよ。狼ではないと思ってるからね。それはみんな言ってたけど、だから1番のが若干真なのかなって思ってます今のところはね。で、高田さんは多分人間ですよ。8番さんは、8番さんって、まあ、このね戦いのなんかシステムを利用してなんか僕釣りって言ってましたけど、その場合って多分 3,4,5 釣った方がいいと思うんですよね、僕の評価集的な意味で。だから8番さんもない、8番さんないと思ってて、同様の理由で9番さんもないと思ってるんですよね。9番さんって8番狼ない、7番もそんなに見えないで、5番さん4番さんもなんか特に釣りたくないみたいなことを言っていたから、その場合って、まあ、チーム分けで同時になっている1番2番と戦う準備をしなきゃいけないから、そういう点でもシステム的なことで言うと8、9って狼っぽくないなって思ってるんですよね。まあだからやっぱ5番さんになるのかな、やっぱ一番怪しくなるのは。なんか戦う準備をしてるなっていうのは感じてます、5番さんからね。まあ、で、2番さんはね、強靭っぽいっていうの分かりました、3番さんの主張は。16で言えば2番視点は1番の方が狼に見えると思うからね。だから強靭で1番の狼が透けていて6番に誘導した可能性は発言からは分かると思ってます。うん、ただ分かんないけど、2番が狼の場合は多分相方を守るために出たんだと思ってます。だからその場合4号かな、どっちか。まあ、それは分かんないけどね。8番のプレイヤーは発言してください。まあ逆に理論とかになっちゃうかもしれないけど、占い師に関しては2の方が若干真かなと思ってしまっていて、まあ、言い方悪いかもしれないけど、3-4 の状況を自分から築き上げていて、かつ、1番がスライドを見えていない状況で2が死をしそれでグレーの俺に投票したいっていう意思を向けたところで絶対に釣れるわけがないし、多分ヘイトを買うだけで全く無意味な行動をとっている。でかつ6番が、疑い位置に8号を上げていて、2が3、4目で出てきて、かつ俺に釣り縄を使おうとしているのにもかかわらず6から見た視点って俺が疑い位置なのかって思ってしまうかなって感じかな。で6が狼だった場合は相方は現状7かなと思って、拾えるくないって思ってる。拾えるだろ。6の発言って思っちゃうんだよな。6の疑い位置に俺が含まれるのは現状、6から見た視点で2、8って別にありえるかもしれないけど、初日の考察じゃないと思っている。6が残っており、明日占い結果があなた自身で見えた時に2、8が見えてくる可能性は全然あると思うけど、う、ね、初日の議論展開から6から見た視点で2、8は俺はあまり成立する視点だと思っていないから。わかる。疑い値に自分が6から見た時に含まれているのがめちゃくちゃ不自然だと思っているし、7番がそれに突っ込めないのもおかしいと思ってるから、現状は6、7かなと思ってる。現状はね、まあそんな感じです。まあ霊媒師から手をかけます。霊媒師に関しては1の方が若干真だと思ってる。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、いや僕も1番の方が真に見えていますね。いや占いどうなんだろう、僕も思ってたんですよね。5-8ってあげたのが、5-9じゃないや、5-8ってあげたのが、でも2番さんも2番さんで、まあ、8番さん逆に理論とおっしゃってましたけど、僕も分かんないですよね。2番さんの発言聞こうかな。あんまグレーは分かんない。でも僕割と8番さんが村に見えてんだよな。分かるよ。8番さんがめちゃくちゃ村に見えてて、7番さんと5番さんが分かんないって感じ。でもどっちかにいそうな気はしてるんだよな。ちょっと2番さんの発言から、2番さんが狼だったら何か落としてくれるかもしれないで、ちょっと占い師の発言中止して聞こうかなと思ってます。今日は3番さんに投票しようと思います。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。ください。はい、
スライドした理由を言います。1周目段階で潜伏をしている人が潜伏をしている人物が3番5番っていう風にいて、俺視点で6番で新占いが確定する可能性があったから、2番が出るかどうかを確かめるために6番白結果っていう絶対的嘘情報を言って神明っぽく見られるために、6強人軸でグレー考察をしました。で結果的に2番が出たから自身が霊能者だったからスライドしたっていう感じかな。3番に関してはおおむね強人で見ている。理由としては3番が狼で俺に狼、26神教っていう視点を落とす必要性がないというふうに思ってるから、3番に関しては霊能に狼を追わせたい3番強人なのかなっていうふうに思ってる。よって26が神狼なのかなっていうふうに思ってる。2番の2周目の発言を聞かなきゃ分かんなくて、2番さんに関しては3使用状況下の話しかしないから、26の神器って分かんないけど、6の1周目の2周目の発言にすごく違和感を覚えている。6視点で2が3使用目に出てきた狼っていうふうに主張していて、2番がそこで神明を取りに来ているから1周目段階で比較的白を置かれている灰にグレーに狼がいるんじゃないかっていうような考察をしていたが、そうなった場合って別に6視点で7を弾ける要素がわからないし、58っていう主張する要素がわからなかった、うん、そうだね、し4番って全潜伏を否定しているから別に2番が芯を取りに来ている狼だった場合って別に4番で囲ってる線もあると思ったから、うん、6視点で74を否定して58に目を向けた視点がわからなかったから、6の2周目に違和感を覚えているから6の方が若干偽に見えてるっていう主張かな、うん、分かる。グレーに関しては分かんなかったな1周目段階で。5番の8、9の白弾き理由もわからないし、7番が占い3使用状況下だったら1番が1番2つ目だが、それって霊能師でしか出ない視点じゃないかみたいな発言してたけど、俺が1周目段階で俺が新霊能って見える発言だったかと思ったから、グレの中で特段白いっていう人はいないかな、盤面的にも発言的にも。まあ、とりあえず3番さんの色見ます。3番つってください。2番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能者に関しては多分1番さんの偽だと思う。3使用になったんでスライドで逃げたと思ってます。で3番さんなんだけど、3番さんの1周目の最初の発言、全潜伏でいいんじゃないか、でまず強人だったら言わないと思ってて、強人でまあ占い自分は出るつもりだったけど、出た時にまあ対抗も出て霊能潜伏になった場合って3番さんって噛まれる可能性もあったんだよね。だからそういうことは、強人って噛まれちゃいけないわけだから、それなら出てレールラに持ってった方がいいから、3番さんの方が新芽かなと思ってる。それに1番さんスライドで逃げてるし、1番さんの色味を刺した方が俺はいいんじゃないかなと思って、グレーに関しては5番さんが6番さんを新芽で見てるっていうのが完全に自分の占い地に入っちゃうんだよね。初日から当てられると厳しいんで、現状5番さんはないかなと思ってる。そうなると6番さんが初日に囲ったかで、けど1周目に見た9番さんが6番さん新目に見ちゃうなっていう発言がそんなに狼っぽくないんだよね。で8番さんがちょっと自分のこと新目で見てるのがちょっとすり寄りの狼あるかなってとこ、7番さんが今色見えない位置だね。自分は1番さんスライドで逃げてるんで、1番さんから釣りたいかなって思ってます。投票を始めてください。別に下手じゃないぞたくまさん。別に下手じゃないな、やっぱり、うん、下手ではないよ。見方が悪くないね、反対からの精査って感じ。今日は1位いくけどね。3番落ちるだろうね。のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。結構僕に集まったなーって感じですね。1番さんは僕を強人で置きましたが、まあ、おもね2番さんが説明してくれたんですが、僕が強人の場合にはめちゃくちゃ自分自身のハードルを上げていますねってことを村に訴えかけておきますね。俺が強人の場合は全不正を提案した。全不正が行われた場合は俺が強人だったらめちゃくちゃ立ち回りにくいですね。俺自身が噛まれ地になったら利的行為らしいかといって凶悪しすぎれば初日の議論で処刑されるから、だから俺が強人の場合は全伏せ提案はできるかもしれないけどめちゃくちゃ自分の首を絞めていますね、はい、で僕が1番さんを狼で追った理由っていうか整理を話すんですけど、もしかしたら2番が真の可能性もあるかもしれないけど、2番って客観視点凶っぽさはあったじゃないですか。だから1番が狼に座った場合って6番に白を打ってるから、情報をすれだったら2番から処刑じゃないですか。でも1という狼目線、2番が強心に見えたから、その場合って人外同士共倒れなんですよね。
狂人を釣り1番という狼が破綻し6という神が生き残る。まあ、2番が神か狂は分からないけど、でも客観視点2番って結構狂っぽかったと俺は思っているから、現状の推理は1が狼で占いが神狂かなと思ってます。2番の方が狂人っぽいなって思ってはいたんだけど、ただ2番が唯一俺をかばってくれたから分からなくなったな最後。はい、まあ、だから1番さんは確率に釣り切ってください。よろしくお願いします。1狼占い神狂まで見えていて、単体で白が拾えているのが9番時点で8ぐらい。457の3人の精査を村には頑張ってほしいかなって僕は思ってます。はい、以上です。頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。うーん、2番さんが狼だった場合は多分4番さんが狼っていうロジックなんだろうなって印象はしている。6番さんが狼だったら7番さんなのかなっていう気がしているぐらいかな。2が狼だったら4、6が狼だったら7、6が狼で8狼は多分パターンとしてないかなって思ってるし、あげる理由がないからね。6番目線で9の囲いかって言ったらそれもなんか微妙だなっていう印象。9番さんの発言が怪しく見えないんだよな。広くまあグレーを取り付けてるのが怪しいといえば怪しいんだが、まあ、結局だって9番さん2周目で6番のこと叩いてるから、そこを観点考えると6球も考えられないよね。意味がないんだよ6番叩き。いやだからライン切るにしても危ないと思うから、まあ今日の襲撃の入り方し以下だとは思うんですけど、かな。朝が来ました。昨夜死んだのは9番。1番のプレイヤーは発言してください。ご治療ご苦労。今日に関しては、2番を釣ります。で、狩りは出てください。で、狩りが出て、今日2番を釣り、狩りは俺に合意をください。俺視点3番で狂人が落ちていて、2番釣りをして、2番釣って白結果が出た場合って、5、6狼確定するし、2番黒結果出た場合って、狩りが出ることによって、6番の占い結果1本で、勝ち確だよね。で、村目線で俺の芯が決め打てないっていうんだったら3番さんの偽予想をあげる。3番視点で主張してるのって1黒2強っていうような視点だが、盤面上それって薄くないか。2番強人だった場合って俺が6白結果打っていることから、2強人視点って俺の狼透けてる状態でしょ。その場合ってその段階で2番が占い使用して、まあ、6番釣りをすればいいだけの話だが、絶対的に6番視点占いさん使用状況下で6番視点って2番釣りかがらがドワンって。理由としては2番さんが狂人1狼だった場合って2番釣って白結果を見られた場合って1番が自動的に破綻するから。で、俺視点で2番さん狼を主張しなくてはならないから、2番さんが狂人で出てくるメリットがないから、3番が遺言でまで1番狼を忘れる必要性ってないから、3番の芯っていうのは切ってほしい。だから狩りは出て普通に2番釣りでドワンって、俺が2番の色を見る。478から狩りが出てくれば勝ち確。で、6が噛まれた場合も最終的に2番その場合って2番黒結果になるから、5番白起点で478から狩りが出てきた場合って最終盤面、釣り1、2つって6噛まれても狩り出てきるから2個ローラ勝ち確です。はい、ここで俺に縄を使うのマジでもったいないから、昨日の3番さんの発言で芯を切ってくれ。で、狩りはすぐ出て今日は2番釣りドアンテ。2番さん 白結果が出た場合って2番さん芯確定だから5、6釣り切るから。だから2番さんに関して今村視点で2の芯を追ってる人物って明確に言ってたの8ぐらいか。だから今日に関しては狩り出て2番釣りで俺越え。以上。2番のプレイヤーは発言してください。1番さんなんで2釣りなの。5釣りで1番さん芯ならどっち芯か分かるじゃん。いや1番さん釣りたかったけどね。まあいいけど占い理由言うね。俺8番さんがちょっとすり寄りかと思って占いしようかなと思ったんだけど、6番さん、まあ、ほぼ狼で見てます、レギュレーション的に。ってなると6番さんって8番さん噛みたいだろうなって思った。で、けどなんだろう、噛み先占いが一番悪いから、5番さんって俺のこと偽目で見てるから絶対噛まないだろうなと思った。村側でも狼はなんで5番占ったら結果黒だった。露骨に占い地に入るから狼ないかなと思って占ったら結果黒だったね。これ5、6で囲ってるよ。だから1番さんけどここで2釣ろうとしてるの今日だろうね多分。
スライドで逃げてるし、いや1番さんご釣りすれば、だって1番さん目線強人釣れてるんでしょ、だご釣ればわかるじゃん、占い審議今日ご釣りでお願いしたい。5番さん黒、今日ご釣りでお願いしたい。まあ1釣りになるんだろうけど、まあ5番さん釣ってほしいけどね、まあ1番さんちょっと芯追えないけど、2釣りって言ってる意味がわかんない。で、狩人がいるのにちゃんと黒が打ててるのを新名で見てほしい。今日は5番さん釣りでお願いします。4番のプレイヤーは発言してください。現状2番さんがご黒で6番がご白で5番がパンダ結果になってるから、1番視点は2を落とそうが5を落とそうが審議はつきますよ。5番落として色見たらパンダ結果だから、白だったら6番が真、2番が狼、1番の視点、5番が黒だったら2番真、6番ローでしかないから、まあどっちでもいいですよね。結局1番は重要なのは、騎士が生きているかどうかっていうだけですね。明日噛まれてたら1番目線色を落とせないからっていう話だから、別に1して2でも5でもどっちでもいいはずなんだよね。そこだけ引っかかったかな。ただそれ以外ではほぼ0倍1が真だとは思ってるけど、6番の占い結果見たいですかね。純粋に1番つってもう少し考えてみたいっていうのがあります。56が本当に果たしてあるのかどうかっていうところが審議したいので以上です。はい、5番です。あ、2番さんから黒とされた、ごめんなさい、2周目の発言6番さん偽だなって皆さんの意見同意してたんで、あ、2番さんの方あるなと思ったら2番さんから黒飛んできたんで、わ、2番さん偽物かと思ってます。そうだね、自己弁護しようか。まずさ、2番さんがさ56狼あるんじゃないかっつってるけど、6番さん初週の第1周目で5番さん発言が長くて怪しいと思ってるって最初からぶっ叩かれてるんだよね私。でかつ仮にじゃあ6番さんが狂人だとしよう、2番さん目線ね、2番さん目線6番さん狂人、1番さんが狼だとしよう、1番さん真っ先に叩いてくんだよね私5番さんのこと。5番釣りたいって、5番が明確に怪しいと思ってる。私1番でも6番でも両方からで切られてんだよ狼の組み合わせだの場合、初日から1周目からやる意味あります？狼同士でそれを分かって2番さん私に黒出したのかね。そこの部分の推理が甘いと思いますね。はい、だから私が狼だった場合、6番さんからも殴られてる、1番さんも殴られてる、その観点から狼という相方を否定してくださいというのが私の意見です。私今日の釣りに関しては2番さんが一番、私目線は偽確定してるから釣ってほしいけど、1番さんでも構わないとだけ言っておく。正直ね、1番さんと3番さん芯どっちかって悩んだんだけど、あのね、3番さん芯がワンチャンあると思ってる理由が1個だけあって、2週目のね第1週目の発言で、いやでもしょうがないから出とくか、霊能しようで出てる出方が人外の出方にちょっと見えなかったんだよね。うん、人外だったらもうちょっと勢いをつけてあのちゃんとやるから、あんな風に微妙な、なんだろうね、くねった感じの CO の仕方をしない、すぐにあ対抗です、3番霊能ですって出るはずだから、そこの観点から3番さんの芯も若干あるのかなと思ってるからこそ、1番さんの芯は盲信してないというのを明言しておきます。はい、どちらも構わない、 1,2 どちらも構わないです。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、僕への偽物じゃないかっていう意見に関しては後でがっつり反論してあげますので、今はまず置いときます。占い方針から言いますね。宣言通り5番さんか8番さんどっちにしようかなと考えておりました。何を言われてもこの2人から外さなかったです。もし8番さんが狼だった場合、昨日の発言から、まあ、信用勝負を仕掛けてる28狼とかで僕に信用勝負を仕掛けてる動きでしかなかったので、28狼なら僕襲撃されないし早々に占わなくてもいいと思いました。なので8番さんを別に弾いて5番さんだなって結果が白でした。特に2番さん昨日5番白じゃねえのって言ってたので、別に仮に5番さん白って出たとしても、両目線白っぽい位置になりますよね。だから別に僕が、囲ったって言われて偽視されないとも思ったので、結構お得な位置だと思って白でも黒でもそれで占いました。はい、以上です。まあ、昨日8番さんから言われた、2が俺釣りをしてるのになんで28見るのってことに関してですが、あの時点で僕2番さんって3週目の占い師だったんですよ。3人占い師がいる時点で入って急に村で釣らないですよね。うん、だから別に釣りをしててもラインが切れるとも何とも思わないし、あれを僕は要素に一切含んでいません。うん、だからそんなの関係なく僕の考え方で5か8だと思ったんです。はい、でもってその意見を出すならば、今後も出すようであれば僕と5番さんも繋がらないですよね、その意見で僕を偽で見るなら。うん、はい、まあ、このぐらいにしておきます。逆に4番さん7番さん僕ちょっと様子が拾えないかな、だから分からないって感じです。初見に関しては、1.25、6
6.12、2.51 でブレてるんで、票がブレるのが一番まずいので1番差に集め。7番のプレイヤーは発言してください。はい。今日1番を釣って、まあ、ほぼ4号の戦いになるんじゃないかな。8番さんは1人だけ2の新上げをしてたよね。だから8が狼の場合は、まあ、6との相方はないと思ってるから、2-8もしくは1-8で、その場合でも6を噛むと思うんですね。8番さんって逃げ切った方がいいと思ってるから、信用勝負よりは、立ち位置的に。だからほぼ4号だと思いますけどね、あの戦いが。で、1番が唯一みんなつながる位置、5番さんはつながらないっていうのは分かるんですけど、1番がみんな唯一つながる位置だから、やっぱ今日1を落として、明日6番さんが占い結果でね、分かるけど、まあ、ほぼ4号の戦いだと思ってるけどな。客観してもそうじゃないかな。2-7とかあります？ 1-7 も。1-7ワンチャンあるか。2-7はないでしょ。で、俺の相方って多分6番か1番だと思うから、で、6番が否定されたから、もう多分客観しても4号になると思うんですよね。正直昨日の段階では僕は2-5もしくは3-5だと思っていたので、この占い結果は結構意外ですね。発言ではやっぱ2番さんが偽物に見えます、僕は。昨日の段階で一番僕2番さんの新上げをした自覚があるんですよ。新下げか。だから、5番さんが占い師に入るからっていうのは、僕の方が当てはまるんじゃないかなと思っていたのと、8番さんを占い理由から外したのが、8番さんが噛まれ位置だって言ってたけど、飛躍使用してるんですよ、8番さんって。だから 100% 噛み位置に入らないんですよね。どこが狼だとしても。っていう点から、まあやっぱ発言では2番さんが偽物に見えるけどって感じです。まあ一番釣りますね、今日は。一番さん、指名高いけど。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、霊媒ローラーは止まらないですかね。とりあえず1の釣り位置って絶対的に今日は5だと思ったし、まあ、どっちみち1でいいかなと思ってるから、まあ1番釣ります。発言内容は2番はどうやって芯取んのかなって思っちゃってるけど、2視点って要はもう全人外露出しているから、784?4 って初日の白だっけ ?784 がもう全部隠し色、まあ2視点から見たら隠し色なわけで、心象は激烈でよくないけど、そういう感じの考え方の芯なのかなと思ってしまうから、6に対する上位の考察がもうめちゃくちゃすぎてやばいなと思ってしまったし、6がローだった場合って、9がこの結果から受けると村ってことになっているから、6がローだった場合って9とのラインを見せた方が絶対的に得だと思っているから、こんなのハイカムンだったら4カンダムが絶対に得なんだよ。6がローだった場合ね、9がミするより。6から見たグレー幅に9も含めた方が6が新切りされた時に9まで疑い位置になってなるにもかかわらず、6から見た視点のグレーを単純に詰めてるだけだから、狼だった時に。だからめっちゃ損する行動を取っちゃってるし、2視点から見た時に俺がすり寄る必要性がないけど、8番が、例えば1と3とか、6?どこかと狼同士でつながっていた場合で、2が新占い師で2にすり寄った場合って護衛が2による可能性があって、その場合2を噛み抜けなくてグレーを噛み抜いた場合って自分が狼だった場合って満面詰めてしまうから、狼位置として浮き彫りになってしまうから、狼だった時に新占い師にすり寄るって単純にバカな行動だと思っているから意味がないかな。だからどうやって芯取るんだろうなと現状は思ってますが、1釣ります。別に新メモも投票を始めてください。1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。今の発言聞いて4-2狼を確信した。7に関しては7と8って2の相方足りえないから、6番で絶対的に、6が偽でも真でも4番占ったら来る結果出ると思ってる。4に関しておかしい要素、今日って俺視点2釣りしかないっすね。なんでかっつったら、5番釣って仮に白結果が出た場合って2番狼が露呈するが、その場合って6神が発生した場合って俺視点って4-7-8の中から1人狩人が出てきた場合に、5番釣って白結果を見た場合って6神発生したら2の狼は露呈するが、じゃあ仮に4番から狩りが出てきた場合って
次の日に2番に3縄目を使い、4縄目を7か8に使わなきゃいけないから、最終的に7、8の決め打ちになってしまうから、4番がそこで1が死んならゴズリをしてもいいんじゃないっていう発言が4人狼に見えたかな。また、昨日7番って2番さんの新作業していて、8番に関しては今日になって、2番ってその発言ってどうやって芯取るんだろうっていうような視点があったから、8人狼って切れてると思ってて、昨日の発言で7人狼って切れてると思ってる。だから6に関しては4番裏になったら 100% 黒結果出ると思ってる。し、2番視点で5番釣り寄すのもわからないし、2視点で1番が昨日スライドして逃げたって、別に俺は死んだからこそ昨日の段階で自分の新証明の発言をしたし、今日って俺視点ごとにないんですよ。5番釣って5、6オオカミだったら勝ち。ただ5番村、6番シーン、2番オオカミだった時に6ガミが発生した時って最終的に2番を釣っての残り2グレーの決め打ちになってしまうから、今日俺視点でゴズリってないですね。 100% どっちでもいいわけじゃないです。 100% 勝ちたいんです俺は。決め打ち要素一つもなくして 100% 勝ちたいんで2釣りを申しにした。2番釣って白結果出たら5、6オオカミ確定。2番釣って黒結果出た場合は狩人にそうなった場合って6がまでして5番が隠し部になるから残り2縄を4、7に使えば勝ち。わかりますか？それが出てこない4がめちゃくちゃ黒い。6番、4を占ってください。以上。あれ ?1 番真かな ?1 番真っぽいな。1番真かこれ。1番真の真だな。私に対する精査が1周目の発言とかすげえなんか、なんだろう。変えてきてるというか、その嘘ついてきてたから、そう歪曲してたから普通に怪しいと思ってたんだけど、そうなんだよ。今私の最終結論やっぱ24になってるから、それを偽物で24明確にしちゃうんだってなるから真だね。真か。あ、じゃあ苦し紛れに出た狂人ハンバーさんか。あー、そうなんだ。で、見るしかねえな。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。8番のプレイヤーは発言してください。6白ってことは、1号ローロ。あ、じゃあ、そうだよね。1号ローロ。いや、1号ローロ。1号ローロ、6強。1番の主張って昨日のやつ、頭の中で盤面を整理したんだけど正解なんだよね。1の言ってることの方が確かに、5釣りじゃなくて2釣りの方が勝ち確盤面なんだよね。1が新視点の時、9狩りが落ちていなければ、狩人が死をした場合、1の新進行だった場合、2釣りから入ったら絶対的に勝ちだったから、言ってることめちゃくちゃ正しいなと思ったんだけど、6も7白ね。ってことは俺視点は6進だったら24、2シーンだったら5釣りで終わり。ただ6強陣だった時にバランス釣りは通らないのね。うん、無理ですね。まあいいや、占い師の発言聞いて決めます。投票は占い師に入れます。あ、でもどっちみち同じか。2視点から見たら5黒だから25の欄か。お、2番ね。2号の欄ですよね。2視点から5釣ったら終わりだし、6視点から見たときは霊媒師の狼が含まれているかって感じだよね。はい、以上。2番のプレイヤーは発言してください。5、6だと思ってたら6番さん強人でした。もう5、6だと思ってた、昨日もう過去に行ったと思って占ったら結果6番さん強人でした。1番さん人狼ですね。で、6番さん目線、初日の投票見てほしいんだけど、6番さんって3番さんに行ってるのね。6番さんの投票が3番さんに行ってる。だからスライドで逃げた1番さん、狼っていうのが分かったんでしょ、6番さん、狂人で。
でも2日目囲いはすごかったと思うけど、5、6だと思ってたら6強なんだよね。これなんて信用し、まあ一番信用してほしいのが狩人がいるのにちゃんと黒が打ててるとこ、それと俺3番目に出てきてるとこかな、その2点かな、一番新要素は。まず狩人がいるのにちゃんと黒が打ててるとこと、3、4目に出てる。3、4ってやっぱ人狼が不利だよね。それなのに自分が3番目に出てきてるとこを信じて見てほしい。だから4番さんと8番さん、ちょっとその2点をちゃんと信用して、今日5番さん釣ってほしい。6番さん狂人、1番さん人狼。1番さんが俺に投票したのがラインあるの分かってほしい、いちごのラインがあるの分かってほしいし、3、4目に出たとこと、あと狩人がいるのにしっかり黒が打ててるとこ。これで分かってほしい、4番さんと8番さん。5番さん言ってください。4番のプレイヤーは発言してください。1番が狼、5番が狼、1号狼で、1番っていう狼が6番の強靭にピンポイントで白を刺した後、2番が出てきたからスライドか。なるほどね。で6番の視点では、8浪2浪もしくは新郎新郎もあるのか。ないですね。1番が2番を強烈に釣りをしていることから1、2浪っていうのは考えづらいかな。ただ2番の信用が下がっていたから1番が信用を取って勝ちに来たっていうのはあるが、単体で見ても私1番の方が新っぽいんですね。昨日も言ったんですけれども、視点としては間違ってないけど、まあ2個どっちでもいいんじゃない、1番目線は。まあ2番がな、狩人に黒を打つことはないから微妙だな。いや今のところ5に傾いてますけど、聞きます。5番、いや最終結論は私なんか、4番さん、おい最高議体議長。はい、じゃあ言いましょう。まあ言った通りですよ。あの1番さん2番さんは1番さんと1番と5番の狼を主張するんでしょ。1周目の発言を思い出して、1番さんは5番のことぶん殴りに来てるの。はい、それを殴ってきて、私はかつ 1日目の昼の昨日の1日目の投票を私1番さんに入れてます。見返してみて、私1番さんに入れてんの。いやだからそれをライン切れって言われても全然釣れる可能性はあったと思ってるしね、1番さんのパターン。それを思い返してほしい。でかつ7番さんがいなくなってるでしょ。7番さんの最後の主張覚えてる。7番さんが言ってたこと、5、1狼ラインがないっていうのが分かるっていう発言を残してるの。だから7番さん的には、1号の狼がないという意見だったのね。だから2番さんが多分狼で間違いないと思ってるのは、狼で、7番さんの意見を潰してそれで釣りにかかってきてるって流れのように見える。そのための7番さん襲撃だと思うんだこれ。はい、だから今日は2番さんに言ってほしい。はい、7番さんの遺言を思い出してほしい。遺言っていうか言葉を思い出してほしい。1号狼がないのが分かるっていう意見を残してくれてる。はい、そのあたりかな。あと説得できる要素としては、まあ普通にあの2番さんの発言が怪しいってところと、2番さんが主張してた狩人にぶち当たるのがまずあのないでしょって言ってるけど、それは別に2狼がいるんだったら対抗の仲間に使用してもらえばいいだけの話、それで対抗で狩人なんで勝てばいいだけの話だし、3、4目に出てくることが狼要素で指定できるって話なんだけど、それはどっちでも取れる話なんだよ。別にそれは1個の要素でひっくり返る要素だから、それは狼が信用稼ぎのために3、4目に飛び出してくるってことは全然あり得るわけ。なんなら3、4目だったら自分釣られないんだからさ、高確率で。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。ちょっとごめんなさい、最初に変なこと言いますね。2番さんに語りかけるんですけど、僕を狂人にするなら、僕が6番さんが狂人で1番の狼に逃げた狼に気づいたんだろうねっていう主張よりは、昨日1番さんが5じゃなくて2を釣りをしたことが1号って言った方が説得力があったと思いますよ。僕はそう言うんだろうなと思って発言を聞いたら、なんか全然違うことをおっしゃっていたので、はい、その方が良かったんじゃないかなと思っております。占い理由を喋りましょう。昨日の7番さんの発言がきっかけで、確かに8番さんが狼だった場合、まあもし2、8狼のペアとかだった場合って、初日に僕の芯を下げる発言を8番さんから出したんですから、僕を襲撃すればいいんじゃないかなと思っていて、まあわざわざ急患で信用勝負で勝とうっていうよりも、僕噛んだ方が8白組ライさんだからいいんじゃないかなと思って、8番さん村かなって昨日思ったんですよ。だから4か7どっちにしようと思ったんですね。まあ他の方、特に1番さんが言ってた通り4番さんあるのかなと思っていました。だから本来4番さん占おうって思ってたんです、途中までは。ただここで初日9番さんが襲撃されてることがかなり引っかかって、
完全にもう僕噛まれないで灰しか噛まれないんだろうなと思ったんです。ってことは僕が4見てもし白だったら4番噛み合わせされるのがだるすぎたんで7、8分からないっていうのがだるすぎたんで7ほぼ噛まれないと思って7占ったら噛まれて、あの本当に申し訳ない。今4も7もどっち入れようかなとしか言ってないので、まあ 4か8人いる狼に言っとくわ。今日2番さんに投票して僕を噛んだ方が信用取りやすいぞ、明日勝ちやすいぞ。今日僕に入れるより、ね、あ5番に入れるより2番に入れましょう。以上、投票を始めてください。オラじゃないべ。さ、どうだ高田さんとモリアティさん、どっちが狼なのかってのがすげえ微妙なラインだけど。2番のプレイヤーが選ばれました。2番続くよねのプレイヤーは発言してください。マジか、3使用目に出たとこと狩人がいるのに黒を打てたとこ、ちょっと死んで見てほしかったけどね。まあもう負けなんで、うん、しょうがないですね。夜が来ました。目を閉じてください。モリアティさん狼だと思うけどな、素直に考えれば。うん、朝が来ました。昨夜死んだのは、はい、6番。あー、いやーキーチャレンジャーだー。8番のプレイヤーは発言してください。はい、てかまあ今日は4に投票するけど、4視点で昨日の段階で2入れてる方がよかったなんじゃない。4ローでも2投票の方が、ああまあ4に投票するけど、あそれをするつもりだったの。え、それをするつもりだったとしても2投票しないとおかしくないっていうか、4狩りだった時に6ニセで見ていって、ニシンで追っている時の狩り仕様のタイミングって今で合ってんのか。うん、ワンテンポ遅い気がすんな。ちょっと待ってね、今で正解なのそれ。ちょ5番線ちょっと考えておいて、4の、まあ5視点で48どっちかだと思うけど、4の仮使用のタイミングで今で正解なの。人外、まあ自視点から人外なんだけど、そこをつつけばね、自分の白ピンになると思うんだけど、多分もうちょい早めじゃね、新仮だったらね、うん、5視点から見たとき4が新仮だったら俺が人外って感じになるから。4が新狩りだった場合ってもっと早いよな。え、ちょっと待って。え、だよね。わかんないけど。2視点から見たときにやっぱ追えないよね、昨日の段階。6が今日。だから5ローローでしょ。5チリ市長なんじゃないですか？その場合って6番が一発目に占いしようし、1番の狼が6に白結果を指し、2番が新占い師としてしようし、でその状況下で6番、1番がスライドし、6番の強靭だけが残る。都合良すぎない。で、5と1は、まあ、初日から やり合ってると。めっちゃ都合のいい状況になってるなって思うけど。はい。まあ、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。あ、こういうことなんですよ。結局、潜伏狩人ですね。あ、護衛先に関しては6番で、2番が5番の黒見えたんで、捨て護衛してます。5番で護衛を外してます。3日目、6番護衛で、その後、噛まれてます、6番が。はい。そういう状況ですね。まあ、確かに、8番は5番に入れてれば勝ててた試合でしたよ、普通に。で私が潜ったことに関しては、6番の占い位置に入っていなかったから、初週の発言で、5、8を疑っていて、6番私を占うつもりがなく、かつ2番に、白結果をもらっていたから潜りました。まあ、投票的には怪しいのは私ですけれどもね、狩人として一貫性があって、かつ7、9、に新狩人がいて、抜かれているっていうケースは考えないでいいですよね。まず狩人がない位置だと思ってます。はい、8番で投票で終わりです。5番。そういう主になるんだ。いや、4番さんが仮に狩人で偽物だった場合って、多分5番狼として釣りにかかるからこそこの主張したんじゃないかなっていうのは正直な、あの5番、4番さんが狼だったらね、そうしてくるのかなって思ったけど、8番なんだねっていうのは正直思った。
8番さんから宿題が出てたから答えると多分1日前だと思います。1日前が正解で、かつ1日前で守れますっていう宣言をするのがベストだと思います。護衛外して6番さん守ってたから昨日6番さん守れませんでしたって言うけど、護衛外しで5番守る、まあ護衛外しで5番守りっていう発言もちょっとようわからんくて、結局4番さんって昨日私投票でしょ、私投票ってことは2番さん死んで見てたって話だと思うから、どういう狙いでは5番守りをしたのかどうかがわからんな。要は、2番さんを本物だと思ってるのであれば5番狼になるわけなんだから、護衛先ってのは8番とかじゃないの、普通に考えて。それでもダメなんだよ、結局4人段階でそのまま同数平和を起こした上で噛んで、はい終了なんだよ、変な話ね。あ、そこを考える、そこまで考えるとやっぱりこのタイミングで出てくるっていうところがやっぱり下せなくて、なんなら昨日じゃなくてもう一個前な気がするな。うん、信用を取るという意味合いで言うんだったらね、一番さんが主張してた通りグレ釣りからの CO っていうところもあるからね。でなってくると、一番さんが主張してた部分の話っていうのが4番さんが理解できなかったんだ、へえ進化リードでっていう意見になるんだよな。結局一番さんが言ってた通り2番さん処刑してその後グレーから CO すれば勝ち確場面になるって話を、4番さんがカリードだった場合は理解をして乗るんじゃないかなっていうのが正直な意見。いや、そこの話が抜けてるんだっていうのがやっぱ思うから、やっぱ4番でいいと思ってます。以上です。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。4番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、村人の勝ちです。おお、初日6 5 6、狼確信してたなるほどね、そっかそっか、やっぱ1番さん強靭だったんだ。すごいなぁ、強人目線であの発言ができるんだ、マシさんって。あれは多分完全に5、6を推理の上で狼同士だと睨んだ上での動きができるってことだから、あの動きができるのは強いなぁ。最終局面やっぱり私一番最新に見えたしね。はい、1戦目終了でございます。なんとか勝てました、よかったです。まあ、1番さんと6番さんのラインが切れてたところが多かったですね、ピカクロス目線。1番さんと6番さんのラインが切れたおかげで、やっぱり1番さんと、狼同士のライン否定ができた。だから1番さんが殴ってくれなかったら、この否定ラインってできなかったから、よかったと思ってます。あれ、殴ってなくて白置きされてたら、多分ライン繋がってたんで。いやー、でもどうなるかと思ったな、正直な話。どうなるかと思った。高田さんが信じてくれてよかったって感じですね、状況的に。なんかね、クリティカルにいい発言が残ってたって感覚はなかったんで、どうかなと思ったんだけど、いや、良かったと思ってます。はい。